生活してる中で、うんうん、こんなことが現実になればいいなって思うこととかありますか？なるほどね。なんか普段まあ生活してて、はい、なんかちょっと待ってありますかってこういうの聞いたらみんなさ、うん、まあちょっとこう考えたりさ、うんうん、あるやん、うん、もう小島無言で首横に振ってやってないあれないからないからないから振ってほしくない。ないから広げないよ。だからないないない。だからじゃあ後で聞くわ小島には。もうなるほど、ね、みんなの意見を聞いて そうそう小島なりのあれも考えてて、うん、俺やったら動物と会話できるやん。だから動物と会話できるやつが欲しい。なるほどな。なんかそういうのあるかもしれんけどさ、世には放たれてないやん。なんかおもちゃとかだったりするからな。大石はどうなん？どんな動物と会話してみたい？いや、やっぱあのやっぱこうヘビとか。やっぱでヘビなんや。一発目ワンちゃんネタちゃんじゃないん。やっぱヘビやん。ワンちゃんって気持ちわかるやん。わかるワンちゃん。わかる。なんかちょっとわかるやん。気持ちわかったら喋れんで。え、飼ってるん？飼ってない。飼ってない飼ってない。なんかそこら辺に犬って目あったらちょっとわかるやん。なんかそこら辺に野良犬最近見かけへんけどな。野良猫やったらたまにおるけど。さあ小島、はい、生活してる中で、はい、温めたよ。いいなっていうのはありますか？はい、いや俺結構でも水好きなんですよ。水、うんうん、はいはい。だからエラー呼吸できる機械とか欲しいですよね俺。何水の中で生活したいの？いや飲料水の話しちゃうんや。そう飲料水違う。飲料水違う。え、でもちょっとわかる。あの海とかね。海わかる。中で過ごしたいのはめっちゃわかる。なんすよね。なんで中で過ごしたいん？え、なんか普通地上の人間やん。サメとか来たらどうすんの？え、サメとか来たら、うん、友達になってなれへんやん。でもなんか2人やったらありえるよな。いや、なんかな。そのために喋れるやつが欲しかったん？そう、そういうのもある。そういうのもある。そういうのもある。一緒ですよね、多分。一緒やな、多分。やりたいことは。やりたいことは一緒ですよね。いや、よかったな。よかったな、助け船出てきたよ。ほんまに、来ないやったら絶対ないから。いや、嬉しい。いや、嬉しいです、大橋君の助け船が。よかった。ありがとう、ありがとう。通じ合える人がおってよかった。